マールメノールは、スペインブルシア州南東部にあるラグーン。幅100メートルから1200メートルで22キロメートルにも、渡る、ラマンガと呼ばれるサシによって、地中海と隔てられている。カルタヘーナ、ロスアルカサレス、サンハビエル、サンペドロデルピナタールの4つの自治体にまたがっている。面積は、約170平方キロメートルであり、地中海に接する部分の幅は、 約7 0トルである。水深は7メートルに過ぎないが透明度が高く、競泳選手であり、ハリウッド女優のエスター・ウィリアムズは、世界で最も巨大なスイミングプールと表現した。塩分濃度が高くて浮力が強く、様々な種類のウォータースポーツの開催場所として、ヨーロッパで最も人気のある場所の一つである。まずは、フェニキア人が、やがて、ムグア人の王がこの、 小さな海を火器の居住地とした。一年を通じて理想的な天候であり、今日では休息のために静かな場所を探し求める人々を引きつけている。型の北端には国際的に重要な湿地を含む塩類平原が存在する。この区域はムルシア州政府によって管理される自然公園として保全されている。スペイン語でサリーナス・ヤレナレスデサン。 ペドロデルピナタールという名称であり、近年には型に微生物が存在することが確認されている。1994年にはラムサール条約に登録され、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地として認められた。鳥類のための地中海地域重要特別保護区の一部でもある。ありがとうございます。